今朝早く曽於市で住宅一棟を全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。警察と消防によりますと、今日午前4時ごろ、曽於市宝部町下宝部で家が燃えていると近所の人から119番通報がありました。火はおよそ1時間40分後に消し止められましたが、この火事で無職亀沢次雄さんの木造平屋の住宅一棟およそ65平方メートルが全焼しました。亀沢さんは一人暮らしで、出火当時は家にいましたが、消防が駆けつけた時には家の外に避難していて怪我はありませんでした。また住宅の敷地内には木造平屋の別の建物がもう一棟ありますが、延焼はなかったということです。警察と消防は今日実況見分を行い、火事の原因や当時の状況を調べることにしています。